河辺虎四郎9月25日から1960年6月25日は、日本の陸軍軍人、最終階級は中将、富山県出身。1890年9月、富山県、都並郡の岡村に、河辺純造の四、男として生まれる。河辺正造大将はあり、滝田俊吾軍医大佐は弟である。1905年に正造、虎四郎兄弟は、 陸軍士官学校、名古屋陸軍幼年学校に合格している。兄弟は、わらじばきで、それぞれの受験地、金沢までの往復を共にした。その後、1912年5月に、陸士、第24期砲兵科を卒業。このクラスは、鈴木隆作、串淵一、坂井康志柴山金四郎、秋山徳三郎、天笠正彦、 岸田国士など多士祭祭であった。同年12月、名古屋城敷地内に駐屯する、第三師団所属野砲兵第三連隊に同規制、細川忠康と共に配属。1921年には、陸軍大学校第33期を優等で、卒業している。以降、作戦畑を歩みながら、関東軍参謀、近衛野砲兵連隊長、第七飛行団長といった、 部隊職ソビエト連邦やドイツの大使館付部官も経験している。特に昭和軍事史のターニングポイントとなる、龍上港事件時は参謀本部作戦班長、六甲橋事件時は参謀本部戦争指導課長という数要なポストにいて、独断専行の現地陸軍部隊を時の上司と協力して引き止めようと努力した。特に六甲橋事件では、 シナチュートン不評旅団長だった実刑の肖像が現場責任者という皮肉な巡り合わせを経験している。また、作戦課長時代には戦争指導のため出張、中国大陸の部隊を訪れている最中に戦争拡大を目論む勢力によって浜松陸軍飛行学校教官へ左遷されるという浮き目にあっている。それ以降は陸軍中央からは遠ざけられており、 川辺が再び参謀本部への復帰を果たすのは、戦争末期の1945年に入ってからで、ある。敗戦になった際には、参謀次長であった川辺中将は連合国と、会談するため全権として、マニラに赴いている。戦後、連合国軍最高司令官総司令部参謀二部部長の、チャールズ・ウィロビーに接近し、1948年、軍事情報部歴史家に、 特務機関、川辺機関を結成。辰見栄一も関わる。川辺機関への GHQ からの援助は1952年で終了したため、川辺機関の旧軍幹部は G2 の推薦を受けて保安隊に入隊している。川辺機関は、その後、牧林会に名称変更した後に内閣調査室のシンクタンクである世界政経調査会になった。そのため、 初期の内閣調査室には、川辺機関出身者が多く流入している。ありがとうございます。